よっしゃ続きやりますオークション相当作戦ですね今回はこちらのサイドクインクスを進めていきますハイセからナッツクラッカーの討伐を任された知らずとサイコ2つのカグネを合わせ持つナッツクラッカーと対峙する 行くぜよし行きましょうシュラギン使えるねこれはつなぎかなプレーンで最後はサ殺2号だねとりあえずアイテム回収して2人だけと向こうで合流するんだっけどこだっけなあれ完成室みたいなとこ コントロール数、会議数、えー、とりあえず攻撃としては弱攻撃がこれですね。ためはないかためはない。ためはなさそうで、うかくですね。ユーニークアクション1。で、2があーゼロキロボンバーかな。どんな感じになるんだろう、射撃は。あー。 アヤトとか、トーカーとかと違って、こう、ずーっとバラバラーって撃てる感じじゃなくて、やっぱり背中から生えてるカグネ分、あ、多分 6, 6発分ぐらい補充されてるのかなよくわかんないけど、その分しか撃てませんね。ただ、爆弾みたいな感じだから、周りにこう爆散するのかなそれともホーミングするんだろうか。しらすのカグネはね、あのホーミングするんですよ。ミサイルと一緒なんで。そこはエモエモポイントですね、今回の。シラギンの。 だから、これでもするのかもしれない。あ、スカーブしてる。見て。いくよ。ほら。スライダースライダーっていうのかな野球でいう。あ、スライダーはあれか。あの、右下だっけそれカーブだっけわかんないんだよね、野球。<laughs> ただね、曲がってるね。はい、はい。俺、ちょっと、あの、うかく舞台をやらないと。俺、うかくだし。行って。何してくれやがる OKOKOK 追撃入れて捜査官なんでえっとたまるのは必殺技けージですねだからどっからかこっちからかはいはい,い楽しいね多少多分あれなんだろうなずれててもあの相手のとこ飛んでいってくれるから、まあ、下手くそな僕にはかなり使いやすいですねちょっとこっち見に行っていい最後任せたわああこれ破壊できない剣のあれか分離革命か あら、こいつ、なかなかやるな。OKOK。で、追撃できるやつあー、できなかった。追撃できるやつは積極的にやっていこう。捜査官はね、あのー、2回連続追撃やっても,もどん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 が溜まっていくんで。ほいほいほいっと。あれよっと。はい。あ、こいつ、なかなか耐えるな。はい。できるできないね。こっちかなー。 ちょっと回復しとこうか。あんまり回復薬落ちてないな。最初のロビーにも1個しか落ちてなかったしな。あ、やばいな。これはちょっとスキルを使ってやろうかそれともうかこずっと撃ってるだけで行けたり。あ、やばい。最後はやべえな。やめろ、貴様。ほいほい。いってー。その腕ぶん回しやばすぎ。オッケー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 。はいはいはい。はい サイコが殴るとなんかすげえ吹っ飛ぶんだけど撲殺2号はあれなのかないってちょっとこれスキル打った方がいいかサイコはもうガンガン打ってるねマッチョ出しちゃってるねちょっとスキル打ってみようかオッケ k オッケ k オッケオッケオッケスキル打つまのなかったわ覚醒ゲージマックス はい。はい。からの追撃。OKOK。で、これでもう一回追撃を打てると。追撃で倒せばもう一回追撃を打てるというのはかなりいいですね。はい。まあ、今ちょっとスキル溜まってるから、追撃撃っても意味ないんだけど。なんで、ガンガンスキルは出し惜しみをしない方がいいね。こっちか。こっちに来て、フラグを回収して。うわ、なんか来てるけど、これ、あ、これ壊せるのね。 このうかくもあれかもしかしてこういうこと追尾してくれるってことただこれ椅子が椅子が椅子に当たってさいててててててどっかで回復したいここでしょうはいはいはいああこれ追尾してくれるっぽいな若干だけどそんな180度ね逆方向に打ってたらそれは追尾してくれないかもしれないけどまあまあまああいいねあれあれでどん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  ちょっとテーブルが邪魔だね。<laughs> ちょっとテーブルが邪魔だな。フラグ回収して。これといって特にこっちは何もない。ないね。なんか向こうの方でレーザーが動いてるのが見えたけど、見なかったことにしとくか。これどっちから来たんだっけなあ、ここをこう来て。あ、つながってるんだ全部。はい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 、なるほど。 いや、そんなことなかったわ。ただ俺が逆走してるだけだった。方向値が毎回出るんだけど。えー、っとね、ここは多分あれ開けれないよね。これもただの分離のグネで壁だよね。時々ね、HP ゲージがついてて、えー、この分離グネを壊せるとこは出てくるんだけど、今回はそうではないと。あ、これ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 。これはね、壊せるんだよ。こんな感じで。 でこっちだねおーおーちょっとスキル打ってみる一発じゃダメダメそのセリフまだ早いっておーお,ーおー強っ <laughs> いいねあ待ってあれあれ壊さないとあれ壊さないとダメですねほ、はいっと弾幕足りたかーうりえー、弾幕足りたかー お、いきなりダブレスかなんかそれっぽいな、そろそろ。そろそろそれっぽいエリアに入ろうとしてるんじゃないか。ああ、これは。でも、こういう、こういうとこだよね、ナッツがいるのって。会議室なのかな、あれ。あら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 。ちょっと待って待って、あんた。はい。ちょっと待って待って待って。上のね、防犯カメラ、とりあえず俺は。いやー、美覚かよ。 わっしょいはいはい。わっしょい、わっしょいと。いいね。はい。はい。あららららら。邪魔をするんじゃねえ。ない最高。はい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 、はい、はい。一生浮かく出る。はい。おいおい。当たってないっつうの。<laughs> 全然当たってなくてくさ。これあれだね。シラギン、丸ボタンユニークアクション2の浮かく使うと若干後ろに下がるね。 やっぱり、あのー、なんて言うんだろう、自分の攻撃で、大きく自分の体の位置をさ移動させる系の攻撃は、優秀なんですよ。このゲーム、素早く動こうとすると、ステップを使うんですけど、それでスタミナを使っちゃうんで、やっぱ距離感を調整できる攻撃モーションっていうのはかなり優秀ですね。お入はいっと。だから俺、ハイセンのユニークアクション2かな。 ジャンプして上からかぐねで引っかくみたいなあれがねかなり優秀だと思ってるんですけどわっしょいサイコがいると和むなほいほいこれどうこれどうああそんなに飛距離がないんだよねこれはさすがにこれ飛距離あったら強すぎかはい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 登ってはいはいよいしょちょっときついよそれはオッケーオッケーこれ出たね はいはいオッケーオッケーオッケー,ッケーじゃあ上行こうかはいはいはいほいおまだ生きてるじゃんこいつよいしょほいほいあれおっとああこれかなり優秀ここハメだわこれわざっぷわざっぷ そんな笑い方したっけ <laughs> そんな笑い方したっけここの部屋はあいる。エロギータないボディーしやがってっていうセリフが今回のエモエモポイントですね。まあそのセリフあるかどうか分かんないけど。ああ、ロックいっぱいあるね。あれは順番に押せってことか。ちょっとここで一回スキル使うかもな。 <laughs> お腹の肉が食い込むかわいい原作のセリフなのかアニメにはなかったぞはいはいとえっと,、えー、っと押して押して待ってくれまだあと3ついやちょっと待っていやーこれ狭すぎて当たんねえわ前方に飛ばしてるんだな 痛い痛い痛いってばよはい痛いあ,あちょっと待って狭い本当に狭い、はい、はい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 お前らはさそこどんだけその角から湧いてくるの4つあるのねここに2つあってお裏にも多分2つあると思うんだけどなすげえここから湧いてくるんだけど <laughs> その奥あと何人待機してるんだその角にそんなに入るスペースがあるのか <laughs> マジかすごいいるねあこの奥行けないのかさてはあなるほどなるほど向こうの部屋かじゃあ ただここは借り終わったぞここは借り終わったあ、出れないんだけどあ、そっちちょっとどいてほしいちょっとどいてほしいえーっとね、どっちだっけこっちかドアが開いてないんだよなドアが開いてないんだよなあー閉まっちまったやっぱこいつらを倒さないとダメっぽいな ほい追撃をして、しっかりと。あ、やばい、回復しないやつそうそう、やばいな。回復。ナイスナイス、最高。ほい、ほい、ほい、よいしょオ。オッケー。オッケー、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 ちょっと、ちょっと、ここ開けてもらっていいですか押して、押して、この自動ドアっていうのがなかなかに、厳しいところではある。はい、開けろ、開けろ。んで、あ、やばい、ここ1個しかないな。 ここ1個かじゃあ、とりあえず、向こうの扉か。いやー、自動ドアが。早く早く早く。どこっすかうわー、落ちちまったんだけど。嘘だろ <laughs> 落ちちゃったよ。えー、っとね、どっから来たっけこう行って、ここか。あ、この階段登ったんだね。あそこ落とし穴があると思わなかったな。 えっと、開けて、開けて、自動ドアかな若干時間稼ぎをしてくる。で、ここは右、今、すり抜けなかったか。どうして解除と。なかなか難しかった。やっぱ敵がいる状態だと結構難易度高いね。 ある程度借り尽くさないと。あ、なんだあ、これあれか。あの、音で反応する。音で反応する、あの、ナッツの革ネ、ね。おっとととととと,と。結構、クオリティ高いな。<laughs> 遊行のラビリンスウォール。シャドウグール。あお尻がエッチだ。 ボールっていうなさてとじゃあ倒すか、はあ、倒とりあえずサイコに接近戦は任せて俺はこうやって奥から撃ってるだけでいいはず。 ヘイトは最後は稼いでくれるからオッケーオッケーオッケー,オッケー追撃ああ追撃微妙にタイミングがずれちゃった危ないよ下から出てくるねおいほいほいいいよはいガス投げて火炎瓶か撃ってああ届いてないね俺の攻撃ちょっと上にあのアイテムがあるか取りに行こう 半分 HP が3分の1ぐらいになったら覚醒して一気に攻めるかあいいねサイコサイコ強くねやっぱサイコは強えなおっけーおっけおっけおけお前が頑張れ <laughs> はいじゃあ覚醒してあやばいスキルだ避けろサイコあーめっちゃかっこいいじゃんあのスキル <laughs> 的ながら的ながらすげーかっこいいな覚醒していくよ

剣道のタケグールの駆逐は賞金が出るてめえはいくらだきれいになにたい はい、ということで、今回はナッツクラッカー,あーとの対決でした。サイドクインクス、えー、オークション会場でのサイドクインクスだったんですけど、まあ,あのやっぱり、グール、うーんまあ、こいつ一見ね、めちゃくちゃ悪者じゃんとか、まあそれは捜査官側にも、えー、最初の第一印象で、はもうこいつ嫌いだわみたいなキャラはいっぱいいるんですけど、結局なんか最後、う まあそのキャラが死んでね、そのキャラのバックボーンが語られていくときに、やっぱりなこう憎めないキャラになってるっていうか、まど、あ、さんとかもそうでしたけど、<laughs> 後からどん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 このなんていうの自分の中でそのキャラの印象というか評価っていうかが変わってきて、うんやっぱりキャラごとにストーリー、バックボーンがあってっていうのがいいところですね、この作品の。はい まああの今回、知らずもあのナッツクラッカーを最後殺して食い気にするんですけどまあ最後の最後まで、最後の最後までっていうか、なかなか使えずにね、ずっと頭の中で考えて考えてえ悩み続けて、それがあのフラジオとかのね、絡みになったりとか、フラジオも昔、そんな感じだったんですね、東京グルジャックの。 まあここら辺はあまた別の動画で語るとしますか。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。